お客様は神様です。という言葉の意味を履き違え、無理難題の押し付けや暴言を吐くことで、労働者を苦しめているカスハラ。今回はカスタマーハラスメント、略してカスハラについて考えてみよう。日本の民度が終わっていると言われる現状や、企業の打ち出した対策はどんなものなのか？中盤からは、いわゆるずれた認識の人たちも紹介する。クレーマーや予備軍たちの意味不明な要求は、どんな思考から生まれるのか。皆さんの中の当たり前と、照らし合わせるきっかけにしてほしい。カスハラ、顧客から土下座強要、7割が応じる、過酷なカスハラ対応、企業調査。カスハラ被害を受けたことがある企業の経営者1005人に対し、具体的な内容や対応について、客から土下座を強要をされたことがあるかという質問に対し、約半数の 46.8% があると回答。調査によると、土下座を強要された企業の約7割が応じており、理由は、その場を早く収めたかったと妥協した模様だ。東京都では全国初の、カスハラ防止条例が10月に成立したが、正当なクレームとの線引きが難しく罰則がない。条例の実効性をどう担保するかが課題となっているとのこと。なんかミスして契約切るか土下座か選ばせたんじゃないの？嫌なら断ればいいじゃん。警察呼べ。カスハラ言う前に、まず正当なクレームかどうかの判断を厳正にすべきだろ。クレーム自体は決して悪いものではない。企業の成長のために、顧客の声を聞くことは大切だ。しかし、客が偉い、客なら何を要求してもいいと思っている人も中にはいる。と、ここで、一人のスレミンが告白をする。俺もスーパーのパートジジイを土下座させたことある。今思えば熱くなりすぎた部分はあるが、同じ状況になったらまた土下座させると思う。弱い者い、目するのは、その程度の人間だからね。土下座に至るまでの状況を教えてくれメンス。半額シール貼ってある商品をスキャンしたら、レジでいちいち一つずつ半額ボタン。かなんか押す店なんだけど、プリンが半額になってなくて帰る途中で気づいて、5分かけて戻ってそのこと言ったら、ああはいはいって特に謝罪なくレジ打ち直してムカついた。ちゃんと最初に謝罪してたらあそこまでムカつかなかった。そだせいなお前。半額狙いの分際で。半額プリンで土下座。プリン大名と命名するわ。プリンの半額程度で土下座させる神経の方がやばい。人間なんだからミスなんて当たり前。客が、そってはっきりわかるな。なんて言って土下座させたの？控えおろうってか？次は通報されて逮捕だな。土下座とかされたところでその先に何にもない。一文の得にもならないくだらない行為。させたこともさせたいと思ったこともない。土下座はただだもんな。土下座なんていくらでもするよ。でも土下座してもやめてくれないよね。土下座は終着点じゃなく始まりだからな。土下座の後保証を要求される。土下座なんかされても気まずくなると思うけどな。俺だったら3回回ってワンと言わせたい。被害者ずらするけど本当にひどい対応の企業多いからな。話が通じなくて熱くなるのもわかるわ。いい対応を期待しすぎでは。切れたことはないが一線を超える企業は確かにあるな。だからといって土下座強要は普通に犯罪だからね。無茶な要求でも土下座に応じちゃうんだ。そうなんだ。それでうまくことが収まるんなら別によくね。仕事に自分のちっぽけなプライドを持ち込むなよ。ほんまにな。土下座できないやつは仕事できないやつ。感情的になる時点で精神的に未熟な人が多いんだな。土下座をさせるという思考になるのは何の影響なん？水戸黄門、印籠で簡単にマウントできる。半沢直樹？やられたら、やり返す、倍返しだ。録画録音して慰謝料取れるチャンスだな。勝手に土下座するのはともかく、顧客に強要されたのが約半数もいるのか？顧客からじゃなく上司からも含まれてないか？でもさ、土下座なんてやったところで減るもんじゃないだろ？やったからなんなんだよ？って気もする、から土下座でもやってればいいんじゃないの？対応がとろい店員にはイラッとはするけどさすがに土下座まではない。従業員も切れ返してぶん殴って叩き出すのがよろしく。半沢の影響かね？土下座なんて今時強要するのは。靴でも舐めましょうか？日本人は弱者に強く強者に弱い。だから強者に強く弱者に優しい半沢直樹や水戸黄門に憧れている。しかし現実は何も変わらないのであった。今は土下座強要されたら相手を逮捕してもらえるの？強要罪になる。土下座して、涙ながらに訴えれば逮捕してもらえるが、鼻で笑って警察呼んだだけじゃ警官に鼻で笑われるかもな。土下座要求は警察も強要罪で検挙してるし裁判所も実刑判決を下してる。とはいえ通報するってことは顧客を失うことにつながるわけだから、なかなか通報できない人は多いだろうな。要求される前にこっちから土下座決めて、許してもらえるまで頭を上げないのがプロ土下座ら。土下座しろという客がいるけど、無視してるわ。なんで土下座するの？なんで通報しないの？この前100均行ったら、カスハラには会社が組織的に戦いますって張り紙してたわ。他の店も真似していいと思うぞこれ。やることが遅いわ。日本は土下座文化、やめるとこは難しい。カスハラ法からも除外してほしい。
別に接客用ってわけじゃないが、俺の周りでも稀にいるな。とりあえず強要罪だと宣告した上で警察を呼ぼうとすると逃げていくが、頭おかしいとしか。まあ弱そうな店員だから土下座なんかさせるんでしょ。強そうだったら怖いし。土下座してもらっているものはなんだ？昭和みたいにいきなり土下座されて、まあまあみたいに立ち上がらせるパターンも今はなさそうだし。CM ソングで、土下座土下座ってあったよな。正直土下座で済むならタダだし、そこから逆にカスハラにできるからお得だよな。職場なんかでもされた方の評判がガタ落ちになる。と M 社員にはたまらんな。まあ、今ネットや SNS の誹謗中傷が犯罪になるハードルがどんどん下がって、もう正当な指摘や批判すらできなくなっていくように、カスハラも法的な罰則化が進んで逆に正当なクレームが入れれなくなるだろう。土下座の強要なんて一発逮捕。不良品の交換さえ、販売時の確認では問題なかった、あなたの使用の仕方による破損、過度に取り替えなどを強要するなら警察に脅迫罪で訴えます、なんて言われる時代がほどなくやってくる。店員等に落ち度があるのに安易にカスハラ認定は悪手だろう。一方的な基地、棄却は即通報するくらいのバランス感覚を持って対応すべき。土下座なんてされても何も嬉しくないと自分では思うが、させたいカスハラは多いんだな。自分の言う通りに頭を下げさせた、手のが気持ちいいらしいよ。人に土下座を強いり、思い通りにさせるのは、目の心理にも似ているという。ドーパミンが脳内に放出され、気持ちよくなってしまうそうだ。中毒性があるためより強い刺激を求めて、行動もエスカレートしてしまうとのこと。クレームに対して、土下座で逃げ切ろうって会社員が増えた一面もあるやろ。誠意が何なのかは知らんふりして何も渡さないけど。土下座をすれば話が早いなら積極的に土下座をした方がいい。堅くなに拒否したらどんどんこじれて帰る時間も遅くなるぞ。気軽な土下座は社会人の処世術として身につけておいた方がスマート。ガンガン土下座してくさいに救わせてやれ。土下座は深い謝罪を示すものだが、中には簡単に土下座する人もいる。土下座をすれば許してもらえるという浅い気持ちが見えるようだ。応じた後に強要罪で通報。これが社会人マナーです。わいは自分から土下座しに行くスタンス。土下座一つください。わかりました。録画しますので最初からやってもらえますか？これ真に面倒なのは土下座慣れしてるやつ。本当に迷惑かぶった時に初手で土下座されると、強く追及できない雰囲気になってすげえ面倒くさい。カスハラカスハラ言うけど店員の舐めた態度は問題にしないのか？たった数分の土下座で何百万も得する状況なら喜んでやるよ。コストに見合ってるかどうか次第だな。土下座強要してくるような会社と付き合いたいのかね。よくわからない。カスタマーサービスは頻度多くて大変やろけど接客用は大抵経験する。土下座でも屈辱的に思う人もいれば平然とやる人もいるよね。俺は土下座でいいんだったらいくらでもやる派。実際にやらされてるのは女性社員な気がする。わかんないけど。それ以外と職業としてニーズあるかもよ。ザ、土下座や、土下座担当として派遣用どうよ。こち亀でそんなのあった気がする。土下座で済むなら安いもんだ。土下座手当てとかできそう。くさ、いっぱい出るなら喜んで土下座するわ。自発的な土下座はノーカウントね。客からの要望があった場合のみの土下座1回あたり5000円。時間や床の状態により割増あり。土下座はともかくとりあえず落ち着いてもらうために頭下げまくるな。瞬間湯沸かし器みたいなのいるからな。理性的に話せないやからはとりあえず謝っときゃ気が済むみたいで、ある意味扱いは楽。猿だと思って対応しときゃストレスもそこまでたまらん。むしろ土下座しろなんて言われるやつに問題あるわ。言われても従業員に非がなければ無視すればいいだけ。それができないのは結局従業員に落ち度があるのは自覚してるからだろ。カスハラ野郎なんて客じゃないんでできんにしろよ。警報に触れたらすぐ通報今までが甘すぎ。安易に謝罪するから客はどんどんつけ上がる。大名行列から日本人の DNA に組み込まれてるだろ。ちなみに、岡山の新見には300年の歴史を持つ、土下座祭りというものがある。このお祭りでは土下座を強要はしないが、歩く大名たちの前では、立ち見をせずしゃがむか座っていなければならない。このお祭りに参加すれば、土下座をすることへの精神的な苦痛はなくなるかもしれない。続いては、カスハラによって残された深い傷跡を調査した件について、カスハラの内容や、加害者の年代も明らかになったらしい。カスハラ、従業員に深い傷跡、アンケートに、離職した、体調崩した、7割がひどい暴言、加害側の9割近くが40代と。神戸新聞社が LINE を通じたアンケートで、どんな行為を受けたか聞いたところ、ひどい暴言が約7割に、同じ内容を何度も繰り返すクレームが約6割に上った。体調を崩したり離職したりするなど、深刻な影響を受けたケースもあった。クレームは、これやから女の店員はトロイネンのように、いかにもな暴言だけではなく、あなたのために、店のために言ってあげてるなど、恩着せがましい物言いの客も多いそうだ。
そしてカスハラを行う人の多くは、40代から70代が多く、性別は 60% 以上が男性、30% が女性だそうだ。相互弁護はすぎやろ。増長させてんのは店側だろ。だから接客業は自分には無理、逆にできる人間、客を5、扱いしても、お尊敬してる。カスハラ常習のジジイとかも物理で制圧しろよ。これの逆もあるだろ、店員の暴言とか。電話代無料だからや。すれ対は主に生接客、直接対面でのクレームでは傷害罪じゃないの？ちょっと上のもん読んでこい。カスハラって響きいい。何がカスハラだよ、アマゾン並みのサポートすら提供できない経営のつけだろう。暴言吐いている人見かけないけど本当にそんなに多いの？役所でよく見る。調べてみたところ、パーソル総合研究所が実施した、カスタマーハラスメントに関する定量調査があった。カスハラ経験が多い職種は、介護士やヘルパー、顧客サービスやサポート、その他医師や看護師だそうだ。パワハラブラック企業が客を責める方向に誘導してんな。なんでこう極端なんだろ。店側がきちんと守る姿勢じゃないと強くは出れないからな。クレーマーは分裂症多い、非常にしつこい粘着質なんで、事件起こすのも当然。これほど確実におじさんが多いと言い切れるものも珍しい、おじいさんよりおじさん。ジジイのハラスメント気質は異常。スーパーでキレ散らかしてるのおっさんばっかり。客商売の人からのクレームはきつい。人と思わなければなんともない。とっとと定石に変わればいいのに、かたくなに変わらない無知なオペレーター。変わりたくても電話変わるのを拒否する、訴状師もいる。出勤をもっとカジュアルにやろうぜ。あ、やんのかてめえっていう店員がいてもいい。氷河期世代って加害性の塊だな。クレーマー気質の人は病気みたいなもんやからな。外食チェーンでよく見かけるな、バイト店員にぐちぐち偉そうに文句言ってるば。毅然とした対応はアジア圏では馴染まない。氷河期は貧しいからな。斉藤知事、これはひどい。人が出てもおかしくはないな。この手の話は店側の不手際をないものとして、語られがちだから鵜呑みにはできない。うどんとそば間違えられたけど、いいよって笑顔でそば食った俺を見習えよ。うどん食いたかったわ。となったら負けよ。消費者側に非がないならリズメしていけばいいだけ。店内の従業員がロボットに変わったら、容赦なく蹴り飛ばしそうだしな。見たことないなぁ。あ、最近外に出てねえわ。標語じゃしょうがないな。変な奴多いし、レジはもう全部セルフにすりゃいいのにな。その方が早いし。日本の企業はカスハラのクレームを無条件に受け入れるお客様は神様って文化があるから。経営サイドから言うとクレームつける客は、次も来る客という考えがあるからな。日本では文句言わないが二度と来なくなるサイレントクレーマーの方が怖い。悪くないのに謝る企業がカスハラ加速させてるよな。ほとんど関西弁。労働組合の調査だと、カスハラ60代が一番多かったな。ついで50代70代の順。家や会社に居場所がないから、店員相手でしか承認欲求満たせないんだろうな、悲しいな。接客対応をする人のためにも、2024年7月に厚生労働省により従業員の保護の義務化が検討されている。すでに一部のコールセンターでは、暴言を吐く人に対して、これ以上は案内できないと、電話を切っても良いことになっている。サービス業に従事する人たちが、少しでも働きやすくなるよう改善されていってほしいものだ。続いては、目の敵にされやすい公務員へのカスハラについて、一致が実際に体験した話だそうだ。わい、はい、市役所です。じじい、お前のとこの車がコンビニに止まってるんやが。申し訳ございません。こちらで指導していきますので、どこのコンビニでどのような車でしょうか？〇〇の近くの〇〇や、ゴミ回収車や、税金で食べてるのに、サボるなや。今後、の回収は民間企業の方に委託してますので、市役所の職員ではないのでこちらでは対応できません。はぁ？市役所の仕事やろうが。市役所の仕事ですが、回収をお願いしてる民間企業のことには、こちらでは対応できません。でも、そいつらも税金もらってるんやろが。いえ、市役所が依頼をしてるので税金をもらってるわけではありません。俺は〇〇市議会議員の知り合いやぞ。そうですか。言われてもいいんか？はい、どうぞ。お前じゃ話にならんわ。他の奴に代われ。先週あったマジの話や。かわいそう。お疲れやで。ご苦労さんやで。税金で保護されとる存在のくせに偉そうやな実地。これほとんどの情報規的措置正当化できてくさ。毅然とした態度、わい、今日、ですか？わい無知、今日、とも思ってなかった。普通に、へぇ、で、やった。大したことない人ほど知り合いに誰それがいるっていうのはどこも一緒か。せやろな。わいは恩恵人の知り合いやぞ。すごい、あの、恩恵人様のですか？市議会議員より尊敬されていてくさ。あなたの税金は一切使われておりません。よかったですね。って言ったらどんな反応するんやろか？消防士さんがジュース飲むと、市民から猛バッシングを受けたりするんやっけ。ありえんわ、火災なんて起こす、そば、野郎のために苦労してる職種やのに。
あの人たち、待機時も体鍛えてるのにな、飲み物くらい自由にしたれよな、エナドリも飲みたい時あるやろし。クレイマーのせいで電話つながりづらくなるのが、そ。それあるかもな、Y の川回線4つあるが、4人いる時少ないし。役所はマシやと思うが時間稼ぎしてつながりづらくしてるっぽい会社多い。昼時前のお弁当屋さんとか露骨だよな。うるさいから公園でガキども遊ばせるのやめろ。幼稚園もうるさいから外で遊ばせるのやめろ。最近の若いのは引きこもってばかりで軟弱や。老害ついでに回収されろ。ぶっちゃけサボったら何なのか？ゴミ収集なら全部回った後は遊んでても問題ないやろ。仕事ってそういうものやろ。ゴミ回収でも肉体労働やん。まだ暑いしさ、そりゃ飲み物も欲しくなるよ。そのくらいサボりでさえないと思うよ。税金もらってるんだからなんとかってのマジでキモい。こっちは働いた対価としてもらってるんだ。ほんまに、Y なんて同じ大学のやつより給料だいぶ低いのに。対応が悪いって言われて上が、どこがおかしいんですか？って対応すると8割は諦める。課長と Y にクレームだったから課長は気にするな、やったで。ご老人には許容範囲外やったんやろ。学校の体育とか部活で水飲むな水分補給しろの違いのような世代間の違いを2つ3つ重ねとるんでね。孫にも水分補給するなって言うんですか？とか言いたいよねー。言うんちゃうか？どうせそんなカスは誰からも嫌われてる。くさ。そういう老人はもう無理よ。何十年と偏屈し続けてきたんだし対話しようとするだけ無駄や。妖怪みたいなもん。公務員と一緒に仕事して市民からコーヒーもらっても断ってワイにくれたわ。気を使ってますな。どうしても断れないとき、ワンクッション置くときあるよ。知り合いに渡してもらって、知り合いがワイにくれる形にするとか。その知り合いの市議会議員にクレーム入れたれ。この時代公務員も就職先ちゃうんやろな。定年間近の上司から、君らの年金出るんかな、って脅されるくらいには。役所、ですから、ご本人確認できるものがないと。私は私です、何が確認や。ですから。ほな〇〇に電話して私が本人に間違いないって言ってもらうから待ってろ。ですからね。なんやわしらの税金で飯食ってるくせにうんぬんぶち切れ。こんなん見たことあるわ。これは、ですからが地雷ワードになって、上から目線では、にした対応をされたとクレームが入る200万ペリカ。日常茶飯事やで。俺を誰だと思ってるんだ、系のおじいさんはおるわよね。クレームって真面目に受け答えさんとあかんの？明らかな老害とか電話切ったればよくね。Y みたいに電話対応のクレームが増えるだけや。AI が発達してクレーム対応 AI が開発されるといいな。最近では、クレームの威圧的な声を、怖さを感じさせない声に変換する AI をソフトバンクが開発した。コールセンターのスタッフが、自分で怒り抑制機能のスイッチをオンオフすることで、マイルドな声に変換してくれる。女性が吐きのない声になって、かなり印象が違った。クレーム、AI、怒り抑制で検索すると実際の動画が出てくるので興味がある人は見てみよう。Y は公務員ではないが、役所の人と仕事すること多いから、大変そうやなとよく思うわ。たまに人間性を全否定されてるみたいで泣きそうになるよ。録音して晒すことはできんのか？確かに税金で食ってるって言われれば間違ってはないかもしれんけど、長時間の居座りと罵倒は訴訟に十分値するのでは。先に言わないとあかんやろ？録音するデートか。意を決したらええやん。守秘義務もあるかもしれんけど、それで泣き寝入りやとあまりに一方的やないか。業務効率も落ちるし、老害の抑止力にもなるのでは。ランダムで会話の内容がネットに生配信されるとかだと、クレームつける方も受ける方も身が引き締まりそう。敬語使えない人ほど敬語使われないとスイッチ入る。お前のとこの車がコンビニに止まってるんやが、さっき押し入った号が乗って逃げた車に違いないです。情報提供助かります。お役に立てて嬉しいで。役所に寄せられたクレームを1000時間学習させた AI とか作ったらうまいこと処理してくれるんちゃうか。AI が役所の非効率さに気づいてしまうかもしれない。くさ、愚痴聞いてくれてありがとやで、ほな。後日、おいお前のところの職員が恩恵にすれ立てとるぞ。最近、各自治体ではカスハラ対策で録音や動画の撮影を禁止にしている。音声や動画を SNS で拡散され、職員の個人情報が拡散されるのを防ぐためだ。一方で生活保護などの申請時、録音禁止が悪用されるのではないかと懸念する声もあるらしい。続いては、とあるお店での出来事について、どちらの言い分が正しいか、一緒に考えてみよう。店員、もう店閉めましたんで、クレーマー客、まだラストオーダーの時間じゃねえだろ、店長呼んでこい。ラストオーダー10分前、客が一人もいなかったので店長が、もう店閉めようとクローズの札をかける、数分後に客が店に入ってきたので店員が説明する、まだ時間内だとわめいて居座る、店長キキキキ。ってことがあったらしい、お前らならどっちの味方する？ちなみに客はハゲたおっさんで、店員は JK 美少女だけどこれは考慮しなくてもいい。最後の2行のせいで、意見が偏らないだろうか？
チェーンなら本部案件で、個人店なら店長の裁量じゃね。さすがにこれは客が正しい。ハゲじゃなければ客が正しい。最後の文からするにハゲが悪い。美少女 JK とハゲたおっさんのどっちが正しいかなんて分かりきってるだろ。やっぱり余計な匂いだった。が、メラーらしからぬマジレスが相次いだ。ハゲポイントさっぴいてもギリギリ客が正しい。ラストオーダー10分過ぎてもいいですよっていう店なら申し訳なく思うけど、10分前に店閉めようとしてシャットダウンする店は、そだと思う。客が正しいっていう人に聞きたいんだけど、そんなラストオーダーギリギリに店入るの？そういうチャレンジでもしてるの？店が判断したことに何勝手に客が切れてんだよ。店のルールの下でお前らがありがたく飯食えるんだぞ。嫌なら他行け。チェーン店なら店長が本部に呼び出されて怒られても仕方ない。個人店なら少し悪い噂が流れるかもしれないけど問題ない。まだ空いてる店でゆっくり飯食えよって思うけど。個人店だったとしてもラストオーダーの時間普段から明示してたのなら店側が。店がもう閉める言ったのなら店に従うもんだ。店閉めるかどうかは客が決めることじゃないです。客だけど開店時間に行ったのに空いてなくて文句言ったことはある。今はどこもラストオーダー19時50分だろ。そんな居心地悪い状態で飯食いたくない。連絡入れないよ。行くまでにラストオーダー超えない限りは。客がおかしい。犯罪者やん。個人経営ならいつ空いていつ閉めるかは店長が決めること。客ごときが口を出すことではない。チェーン店なら本部が決めることで、客不正がガタガタ言うことではない。店側も材料がなくなったとか適当に言えばいいのに。マジレスすると店が悪い。でもハゲが悪い。ラストオーダーの時間を明示したらそれが絶対というのもおかしな話だけどな。チェーン店だろうと個人店だろうと人気のラーメン屋なんて、営業終了時間の遥か手前でのれんを下げるのがデフォだぞ。そもそも営業時間とかラストオーダーの時間なんて一つの目安でしかない。まだいいですか？いらっしゃいませ。構いませんよ。おわ、申し訳ございません。本日の営業は終了いたしました。これが常識だろ。営業時間内でもすでにクローズなってる店入って、まだラストオーダーじゃないとか常識的にアウトだわ。確かに今回はすでにクローズの札を掲げており、客が強引に入ってきたに過ぎない。皆さんはどう思いますか？良ければコメント欄で教えてほしい。ラストオーダー前に頼んだおわ頼めそうなら客が正しい。個人店ならハズレだからさっさと出て食べログかグーグルに評価値つける。クローズ掲げてるなら鍵閉める方がいいだろうし、警察呼ぶくらいしてもいいのにな。ラストオーダーなんて店に守る義務はないのだから。ラストオーダーは閉店まで後もう作りません。最後にどうぞ。だから店自体は開いてんだろ。暇で落としてたら無理だからできるうちで対応しろ。クレイマー、まだオーダーできるだろ。店長呼んでこい。ビキ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 。健常客、そっか。じゃあまた来ます。閉店時間なんて店側が決めればいいだろ。客がごちゃごちゃ言うもんじゃないわ。松木よで22時閉店なのに、21時30分にシャッター閉めてたことをビップですれ立てしたら、ほぼ 100% お前が閉店前ギリギリに来るのが悪いと言われたことがある。日本人は全員のことど、だと思ってるから客が正しい派多いよな。客には店を選ぶ自由があるんだから、店にも客を選ぶ自由があったっていいじゃんよ。でもラストオーダーじゃなかったんだろ。客が入ってきて対応できる状況なら対応しろよ。ラストオーダー時間前に入店したのに文句言うなら、ラスト入店時間も明記すべし。クローズの札がかかってるのに入ってきた時点で、客の言い分はないよ。店側の都合で早く閉めたり休みになったりするのは仕方ないと思うけどな。んなこと言ったらラーメン屋なんて、定休日じゃないのに閉まってることしょっちゅうあるのに。まあ閉店時間バラバラの店は営業時間の横に店の都合で時間は前後しますくらい書いといてもいいわな。個人店ならわかる。閉店ギリギリならわかるけど、ラストオーダーの時間をわざわざ手前に設定してるのにそれよりさらに早く閉めて時間内に入ってきた客を拒否するのはどうかと思うわ。ラストオーダーの表記に従ってないのは店側だろ。閉まった店に入っちゃダメでしょ。外からまだ時間前だろ。っていうのはいいけど。店長は大変だな。遠いところから来てるやつだっているんだから、売り切れでもないのに時間守らずに閉める方が悪いだろ。ラストオーダーは閉店時間ですらないからな。自分たちで設定して告知してる。注文を受け付ける締め切り時間なんだからそりゃ文句も出るわ。飲食店とは言っていない。一体何をオーダーされたんですかね。飲食じゃなかったらまだ許せるけどな。食い物屋に終わりがけに行くとバイトがもうシャッター半分閉めたり、窓のカーテン閉めたりして閉店準備するのがマジ苦痛。はよ帰れやって言われてるみたいで美味しくない。チェーンか個人店かで、考え方もガラッと変わりそうだが、ウプ主は閉店10分前に入るのは気が引けてしまう派だ。店側の早く帰りたい気持ちも、客のなんとか腹を満たしたい気持ちもわかるので、難しい問題である。続いてはお魚屋さんでの出来事について、とあることを頼まれたそうだ。おう、客、魚釣ってきたからさばいてもらえますか？魚屋、有料ですよ、客、は？閉店30分前くらいに釣った魚さばいてもらえますか？
って電話があって、金額伝えたら有料なのを渋って結局頼まれなかったってのが今日のハイライトなんですけど、なんで自分で釣った稲田ごとき捌けない奴がタダでプロに捌いてもらえると思うのかが不思議でならない。どうして有料なん？なぜと聞かれると、皆さんは何と答えるだろうか？シャーバイロの法則でタダでやるとあかんって結論出たやんけ。くぐってもそんな法則でないが。キッズかな？逆に聞くけどお店に仕事の依頼してなんで無料やと思うんや？人口費知らんのか。逆に君が依頼された立場やったらどうする？金取る？タダでやる？仕事だぞ。無料の方が意味わからんだろ。スーパーの魚は無料でさばいてくれるのに。そりゃスーパーの売り物やからな魚自体が。ああ、だから勘違いするアホが出るんやね。ば、だな。なんで無料だと思った？携帯ショップ行って、何もやってくれなかったら怒るタイプのやつやな、イッチくん。正論だけど煽り入れると燃えるぞ。鉄頭鉄尾被害者ムーブでいけ。稲田ごときってなんやねん。マグロだったらええんか？イノシシ捕まえたからさばいてほしいんを。スーパーなら細かい注文しても心よくさばいてくれるんだけど。ば、だな。ワイの近所の魚屋は一匹100円や、逆に申し訳ないからもう頼まない。やっす、さばけるけどめんどいからやってもらいたいわ。でかい青物とかでもやってくれるん？声優はさばいてくれるみたいやな。逆に金払えばやってくれるんやな、閉店間際なのに。一つ前の店とは違い、なかなか良心的である。普通サービスで客寄せのためにこれくらいは無料でやってええやん。大桑でバイトしてた時無料で3枚におろしてたぞ。わい、ええ店やな。よそで買ったやつでも？それ店で買ったやつやろ、今回は違うわ。お前んとこの店は声優でも流れとるんか。プロにさばいてもらえるなら金なんて惜しくないやろ。なんで魚屋に持ってくんやろ。飲み屋なら酒頼めばタダでさばいてくれるのに。ガソスタでタイヤ持ち込みで脱着頼むようなもんやろ。ほらほうよ、知り合いじゃないんやから。普通に知りたいんやが、いくら払えばやってくれるんや。さばけないなら魚逃がせばいいのに。魚屋に依頼するのはダサすぎる。馴染みの飲み屋にあらかじめ連絡入れといて、自分で3枚おろししたものを持ち込んで、他の客にも振る舞うとかはかっこいいけどな。さ、いらねえよ。集団食中毒起きたら店が責任取るんか？ば、食中毒で店潰れそう。少し前、客がキノコを持ち込んで調理を依頼し、集団食中毒を起こした事件があった。どうやらそのキノコは毒性のあるツキヨタケだったらしく、調理した店は営業停止処分となっている。そういうことを起こさないためにも、調理を受けたまわれるのは、店内で買ったり、釣ったものだけ、というケースが多い。金額伝えて断られたのなら客の足元見すぎたんだろ。それを有料だから断られたと都合よく解釈するのはどうかな。稲田って関西でいうハマチよね。てかこういうのってむしろ金取ってほしいわ。メガネ屋でよそで買ったレイバンの調整してもらったけど、無料と言われてなんか申し訳なさみたいなんがあった。結局メガネクリーナー買ったわ。こういうちょろいやつがいるから、昔はメガネ屋の前に無料のクリーナーあったよな。いつの間にか消えたけど。気前のいいサービスを受けられるのは気持ちが良く、また利用したいと思える要素になるが、少数の限度やルールをわきまえない人たちやクレーマーのために粋なサービスがなくなってしまっている。田中が飲んでまうからな。あれメガネ屋の前に置いてたら、洗浄水を飲み干す悪い奴がいるからな。どうしても家で捌く時間がないとか事情があった可能性もあるだろ。逆に、稲田捌くくらいでそんな金額取るなんてふざけてるって思われた可能性もあるやろ。全く意味がわからんが、心の底から頭おかしいだろ。たまたま事情があって今日は捌けない釣り人の可能性もあるってことだろ。そこは確認してないんだから。頭おかしいだろ。逆の理由なんか何の関係もないって話をしてんだよ。別に魚屋にさばきを頼むのは非常識でも何でもない。どんな理由でも何でもいいんだよ。ただ有料だよって話であって、たまたまさばく時間がなかったから無料でさばいてくれってのはおかしい。こんなバな客がいてさ、でいいね稼いでいつに浸る客商売がいることの方が嫌な気分になるわ。金額伝えたら客が店に殴り込みに来たレベルになったら晒し上げろよ。さばく値段がいくらかによるわ。で YouTube 見ながらさばいたら、スマホデロデロになったからもう魚なんか釣らない。魚を釣るのは好きだけど捌くのが苦手という人は、捌き場というサイトで検索すると便利だ。地域を選ぶと、魚を捌いてくれるお店が見つかり、それぞれ予約の有無や営業時間や料金が記されている。中には調理までしてくれるところや、アラの廃棄、少し魚をくれれば無料で OK という店舗など様々。釣り場にアラを捨てるなどの行為で、釣り場が廃止になることを防ぐために開設された。お店側も、お店を知ってもらえるきっかけになり、ウィンウィンである。続いてのスレは、イッチが抱いた素朴な疑問について。どうやら気になるタイプの人は、こういう細かな部分にも引っかかるらしい。医者、ハイノド見せてー、赤いですねー、これおかしくね。いつものワイの喉の色知らんくせにどうやって判定しとるねん。生まれつき喉真っ赤な人おったらどうするんや。腫れてますねーやろ。
わいは今日赤いですねって言われたぞ。ちな初心。元から晴れてる人はどうなんだよ。会社とか大学でやったら比較対象がないって怒られるやつやで。赤くなかった時に教えてください。じゃあお前鼻の穴が108つあるやつ歩いてたらどう思う？単純に怖すぎるやろ。何言ってるんや。今日は鼻の穴多いですね。108あったら鼻に収まらんし、それは鼻の穴とは言えんやろ。扁桃腺が他の場所と比べて赤いんや。それは扁桃炎の時ちゃうの？ノーマルな風の時もそこが腫れるんか？一致学校行って転校生の顔がめっちゃ赤かったらどう思う？恥ずかしがり屋さんなのかなって思う。せやろ。だからお医者さんも一致の喉は恥ずかしがり屋さんなんやなって思ってるだけやで。何回いくるめた感出してるけどそれは絶対違うわ。なんでや？一致人に聞いといて失礼すぎるやろ。あんまりやで。喉の色すれでいきなり転校生の顔の色がどうとか言ってくるやつになんで敬意払わなあかんねん。確かに、診察で見るやつ大体赤いだろうしな。自分のと比べてるらしい。喉の周りと比べて赤くなってるなってわかるんちゃうか。炎症起こしてるのはわかるやろ。大体みんなわかる。皮膚だってそうだろ。扁桃腺って普段は青いからな。まあ大体のやつは赤いわな。黄色とか青がいたら逆にヤバいで。喉の具合が悪いって訴えてるから。ライト当てて実際見たらわかるよ。あんまり赤くない部分と比べるんやで。東洋医学やし、ざっくりなのはしゃあない。一致、風邪気味で喉が痛いです。医者、赤いですねー。一致、は？普段から赤いかもしれんやろ。異常者じゃん。知らんけど通常時の喉の病理写真見て学んどるんやろ。扁桃腺が赤い、イコール風邪って教えてんのか？どんな重大な疾患が隠れているか覚えてる医者は何人いるんだ？薬を出すための口実だと思ってる。心音聞きますよー。いや止まってるわけないやろ。それは不整脈かどうかわかるかもしれないじゃん。口全体が赤くなるわけじゃないだろ。ぬほど勉強してきて毎日こんなの相手にしなきゃいけないのか。わいはお医者さんには迷惑かけてないんだが、おとなしくはいってしてたぞ。えらい。元が真っ赤やったらそれはそれで他の病気やで、適正な色ってあるんやで。ブルーハワイ食った後なら青いですねって言うんか。頭も見てもらわなあかんっぽい。マジレスすると、医者は周囲の粘膜の色と咽頭の色を見比べたり、動きや頸部の腫れなどから診断する。毎日何人もの喉を見ている医師は、一致よりも判断力は優れているはずだ。クレイマー気質の人の心境が、少し伺えるスレであった。最後も、ちょっと不思議な感覚の一致による投稿。ラーメン屋での出来事に不満があるようだ。わい、スープ飲んじゃったんですけど替え玉できますか？ラーメン屋、ラーメン屋、どちゃ、麺だけ渡してくる、わい。これは胃が悪いんか？質問の意図を汲み取れてないよな、サービス用のくせに。今回も無理難題系のスレかと思ったが、スレ体の時点で、スープ飲んじゃったんですけどと、店に伝えているので微妙なラインである。何も言わんお前が悪いよ。サービス用ならサービススープつけろよ。どこに不満要素があるんや。スープはサービスやってないんで、で終わる。スープも頼むならそれはもう替え玉じゃねえだろ。さ、替え玉にスープついてくるなら最強だよな。なんならトッピングもサービスしてもらえれば実質100から200円でラーメン食えるわ。おいスープやってるとこもあるで。調べてみたところお店によっては替え玉と一緒に、替えスープを追加することもできる。特に、伸びやすい博多ラーメンの文化では、替え玉や替えスープの文化は定着しているようだ。しかし、ほとんどの場合スープの追加は行っていないので、替え玉をしたい人はスープを大切に食べよう。ほんと呆れたわ。お前が悪い。昨今のサービス用のレベル低すぎ。あ、そうだね、よかったね。ここにも話わかるやついなくて草。普通、スープ飲んじゃったんですけどスープ入れて替え玉ってできますかね？くらい言う。そんなのできないぞ。でも愛の質問で、あ、スープちょっと入れてほしいんだなくらい気づくべき。チェーン店なんか？スープももらえたらそれ替え玉じゃなくて追加で頼むのと変わらんやん。店が損するだけ、考えたらわかるやろ。汁のない器に麺を乗せる勇気ないわ。スープサービスできないなら断る。まさかスープがないとラーメン食べれない系男子？もはや分かった上でやってそう。スープ飲んじゃっただけだとのは飲み干したのか、まだ残ってるけどある程度減らしてしまったのか、一口分だけ飲んじゃったのかわからんなこれ。スープ飲み切ったなんて思うわけねえだろ。麺だけで味わうなんてお客さん通ですねー。卓上の調味料とか使ってあえ麺にして食べたら美味しいやろ。うわぁ、貧乏飯ばっかり食ってそう。それはお前だろ。ギョーザのタレとラー油を絡めて胡椒かけたら、具なし油そばやで。今回のような客と店の認識の違いが、不満やクレームを生む。人によって当たり前や常識は違い、多種多様な客に対応していくのは難しい。店や企業へ不満をはっきりと伝えるのも大切だが、要求しているが理不尽なものになっていないか、客側も一呼吸置いて考えてみる必要がある。カスハラ防止条例がうまく機能し、ごね得がなくなる世の中になってほしいものだ。
最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは、理不尽なクレームを受けたり、思わず過度なクレームをした経験はありますか？良ければエピソードをコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。